神戸はことし3月前の組合長と常務理事が無断で取引先からゴルフ接待を受けたとする内規違反を公表し2人を会食新たに就任した馬場一郎新理事長と岩山敏久新組合長がきょう神戸市内で会見を開き果たすべき役割を再確認し地域に貢献したいと述べました。神戸は今年4月に100周年を迎えていて、い 3月から組合長代行として経営の陣頭指揮を取ってきた岩山新組合長らは今後、再発防止や組織風土改革を進めていくということです。